今日の委員会では建築や歴史を専門とする7人の委員らにより松江らしい景観を次世代に残すため松江城周辺の建物について今後の議論の方向性が話し合われました。1回目の今日は高層建築物が建つ可能性のある松江城南側について基準の見直しを検討することを確認、また天守から見える山の眺望を妨げない高さなどについても見直していくことになります。下からの見上げた松江城がどう見えるか、どう松江城をですね、この景観を守っていくかということは非常に大事なところだと思ってますので、そこも加えてやっていきたいと思ってます。委員会では1年から2年かけて原案を作成させる予定だということです。